はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、本日もやってまいりましょうか。バイオリーカレーカレーこれなんて書いてあるのかな。あとかな、湿ってんな、すげえ。雨降ったな。あ、そうか、降ってたな。だでもあれ、夢の中で、夢の中で。行ってみたいと思いませんか。やつも地下鉄へ。生存者まだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。第一、村人発見。とりあえず頭ぼっちん。頭ぼっちん。頭ぶっちん。頭ぶっちん。随分と重たいを、重たいやられ方したね。おう。あ、これは、あれなんだ。RE2 と違って足がちぎれるっていうわけじゃないんだね。死体袋がいっぱいあるんだよな。彼らが蘇ってこないだけまだマシかって思ったんだけどね。ここら辺あれだよね。やれるだけちょっと始末しといた方がいいよね。あらまあ、把握しまったら。連携がねえや。で、ここら辺も。わあ、すごいいらっしゃる。で、喧嘩をちょっと、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、予想以上の数、予想以上の数。ちょっと待って、待って、待って。あれ？あなた？もしかして、右腕食べられた系女子？すげえ、あれだな、コントローラーが。コントローラーっていうか、マウスがすごいあれだな。お、生きてる、強い。これあれだな、もしかして、ちょっと猛攻のコインも持っとかないとまずいか？生きてたね。こんだけ打ち込んでまだ生きてんだもんな。先行手榴弾。ほら、美味しくいただかれてんじゃん。あ、もうそれ生きてた、危ねえ。これすげえ慎重に進むわ、なんかもう俺も。スペシャルハードビビリプレイな気がするな。こっちいるんじゃないの？いないか。来たね。ケイ、こっちいない？いないね。オッケー。この武器持っててもなんかビビるわ、普通に。もうすでに空いてるし。あれ？おかしくね？ハンドガンは別にいいと。こいつ生き返るんだけど。生き返らないね。弾に弾をいっぱいぶち込んであげよう。とりあえず、はい、じゃあ開けましょう。使う。あかちゃあかちゃあかちゃ。あ、そんな、あ、ヘクシーブシュルルルル。やつ。ラクーントゥーンズ。これ何？あ、マグナムね。マグナムはなんかどっかで使いどころがあるんじゃないかなと思うけどね。チャリク人形について、最後に振ってくれですね。みなぎってきたー。あー、すげえ。開いちゃうんだ。なんかこうなるとあの、あれみたいだね。本当にターミネーターみたいだね。チップはまだもう一つある。これも処分しなくてはならない。嫌だー。さあ、そんなくだらないこと言ってないでさあ。こいつらもね。始末してるところで普通に蘇ってくるんだよな。なんでこれ、どうしようだか何だか知らないけどさ、向こう側で倒れ、あれ？いないゾンビたちが。まあいいや。あっち側でも倒れ、いない !What?まあいいや。じゃあとりあえずムービーのお届けだーす。やっぱあれだね、実際にプレイが始まっていくとどうしてもなかなかあの言葉がペラペラ出てこなくなってくるから、なんかもうちょっとね、すごく燃えてるけど、いつものね、早口トークでペラペラソース。何よそんなイチャイチャすんなよ。さあおいで、さあ来るなら来い。椅子あって私はやる気満々だぜ。あれ、いなくなってると思うじゃん。なぜか生き返った。あれ、こいつらダメージ受けたところのあれ、もしかしてなってる。穴ボコボコに開いてる。なんでこんなにグダグダなのに生きてる。やっぱそうだよね、食われた後、めっちゃ食われた後じゃねえや、銃撃った後めっちゃ残ってるよね。まあ、とりあえずドゥーン。これで生きてるんじゃないですか。まだ生きてる。生きてる。死んでる。インテル入ってる。ガンパウダー取ってるか。あ、インテル入ってないね。とりあえずガンパウダーじゃ取っとくか。で、こいつらがみんな生きてるサインで、銃声で起き上がって、わおー、めちゃくちゃ敵の数多い。めちゃくちゃ敵の数多かった。6体。はい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 。
はいはいはい、皆さんいいですか、あれが有名なね、ムーンズドーナツっていうね、日本にね、あのミスタードーナツが入ってくる前にね、あの世界で有名になったドーナツの一つですよ、うん、他にどんなドーナツが有名なのかよく分かってないけど、なんかピンピンになってる。あ、ご飯炊けた、ご飯炊けたボタン、オッケー、こいつは生きてないよね、オッケー。まあちょっと一個一個ね、あの安全に進めていくためにもね、やっぱね、ちょっと、ね、必要な処分はしていかないといけないザンスからね。で、ここはいるんだよな、いるんだよな。でもそっか、ここはいたとしてもドーンとか食べてくれた、飛んできたけど、もう一体こいつは、こいつは脳みそが脂肪だな。そうなんだよね、だから体脂肪率とかってあるけど、 3% 切ってる人も命の危機になってる。なんか俺もよく分かってないんだけど、なんかあれらしいよ、体脂肪率って脳みそだけで 1% 強あるらしいから、俺体脂肪 2% なんだぜっていう人は、あの脳みそでその半分以上使ってるっていうことなんで、もうね、あの死ぬ直前みたいな人みたいな感じらしいよ。さて、ここってこいつは死んでるね。あれ？いないっけ？あれ？ここいたよね？あ、いない！ちょっと待って。ここにいないってことは違うところに出てくるっていうことだよ。なんだ？アカンパウダー。そんな恐ろしいことやめて。こっちにいるとかないよね。いない。でもこっちにいるとか、ですよね！ちょっと、あのね、すごいね、あの、右クリックが反応しなさげです。右クリックが反応しないから、とりあえず、穴という穴にぶち込んでやるわ。さあ、これで出てくる？いる、あれ？ちょっと待って、すでに変異してるよ。あいつが出てくるシーンはなんかあったんじゃなかったっけ？なんで君変異してんの？早くない？ちょっと待って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 、やばいやばい、あいって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 、こいつ長いんだよ、長い長い長い。 OK、 頭プッシュアップ、溶けた、溶けた。あと敵どこ、どこだ、あ、いない、あれあれ、こんな敵少なかったっけ、ここ。いや、そんなはずはない。そんなことはない。いなくなってる。こいつはいるから始末しとくない。オッケー。とりあえず爆発。で、下から這いずってきたので。フラインがいい感じ。警戒しとかないとね。すごいいい音バコ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 やってんだけど、でもガンパウダー取りすぎて、あれだね、スペースがなくなってきてるね。あれ、ここ、こんな敵いなかっただすか？だからね、普通のね、難易度のやつと比べるとね、あのね、敵の位置とかもちょっと微妙に違ってきてるから、こことかに急にバーンって現れたりとかはさすがにそこまでの強化。こんなんあったっけ、調べる、調べます、スペース。あはん、いいね。あれ、あ、こいつはさすがに返事がない。近場のよ。あれ、こことかにさ、なんかなかったっけ、あったあった。お、あ、これじゃ持てない。どうしよう。持てない。あれ、複数所持することで、怪術の本って複数持ってたっけ、そもそも。ん？いろいろと謎が深まるバカでございますね。あれ、こいつは蘇ってこない系女子だね。OK。あ、ここに敵が全然いないことがすげえ不気味に感じるんだけど、これ、あれ？あれ？これじゃ持てない。おう、どうなっとるんだね。
ちに肩がないから無理だ。いけねえ。あそこのセーブポイントはまあいけるとして、とりあえずじゃあこの中入っていくか。でもこれ、あ、分かった。出ていったらなんかいるんじゃねえか。ここでなんか倒れてる。意味ないね。待ってー、めっちゃおるやん。こんな状況の中飛び込んでいくの？もちろんです。え？あ、ちょっと、弾切れてた。あ、待って！そうだ、弾持てねえじゃん。あー、しまった。じゃあ、とりあえず。おお、ちょっと待って、近い、痛い、お注射は早い、いて、お注射が早いって、逃げる出す、ああ、頭からいかれてる出す、ちょっと待って、なんだか、エロさを感じるけど、そういうエロさは違う、食事プレイは特に好きではないか、下がって、はい、オッケー。頭が溶ける。あ、ちょっと待って、もう一体いる。あれ、ちょっと、おかしくない？おう、よく肩が上手。オッケー。あ、ちょっと待って、なんで食われてんの？お前、おかしいやろ。おっと、頭がいかれてる。おやすみなさい。起きなくてよろしい。コーション。あ？手榴弾あったのかよ。でも持てねえんだよ。あらまあ、そんなオチになると思ってなかったら、みんな死んでんのね。これでももう一体いるんじゃなかったっけ？あ、稲出す。あらまあ、ちょっと速攻であれだね、ボッコタイムされちゃったね。まあ、ここに関しては戻ってくるときに、まあ、やればいいだけの話だから、救急スプレーは、でも持ってないんだな。強化火薬だ。強化火薬同士、あ、そっか。強化火薬守ってない。違う。あれ？これだ。これ開けたいけど、これは手榴弾。でも持ってないんだな。あー、しまった。もういっぱいあるのに。ショットガンはどうしよっかな。ショットガンはどうした方がいいのか。まあいいか。でもこれ出た時にさ、なんか敵が大量発生して、ようこそお待ちしておりました的なオチに。どうしようかな。あ、じゃあ、とりあえず、アイテム整理だけは、とか待って、この中に使ったりとかしなかったら大丈夫。めっちゃ必要だわ。でも、絵だから、裏に。なんだ、真ん中でかよ。違う。おー、ちょっと待って、いたのか、びっくりしたわ。なんで気づかねえんだよ、おめえはよ。ほんとにもう。いたら、大丈夫なんだよ。そうか、ってこと、こっちの道から進もうとしたら、俺、餌食になってたってことだね。めっちゃ壁に穴開けてたわ。単純にビビり散らかしたわ、マジで。恥ずかしい。オープンセサミ。あ、だから開けれねえ。開けるじゃん。これじゃ食えねえ。よいしょ。まあいいや。とりあえず、じゃあ、まあ、1個預けます。これもいらない。これは、いらない。で、くる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 しといて。体術の本なんか1個しかないよね。そりゃそうだよな。とりあえずこれでちょっと徐々に回復させとく。で、これも拾って、で、またあっちに戻る時があるから、とりあえずそのタイミングでいいかな。これとこれをとりあえず。で、また今から向かうところで、なんだっけ、あれがあるんで、セーブポイントとかあるんで、そこでセーブして終わりにしようかな。あ、そっか、こっちから行こう。あ、回復してる。すげえ、めっちゃ回復してる。こういうのってチートだからあんまり良くない気がします。が、そんなのは言ってられない。あんなね、不意打ちみたいなことをされたら、ね。でも一応ね、インフェルノだ。これナイトメアですよ。インフェルノとかも、やったことあるんですよ。一応こう見えてもね。でもね、ボス戦で死にすぎて、マジ半端ねえってなったから、そんなことになるくらいだったらね、もうちょっとサクサクに進めていけたらなって思って、もう今日ちょっとはすいません。今回のね、振り返りプレイに関しては、まあこんな風に振り返りだからやっぱりストーリーのこととかも触れていった方がいいのかな。これ体験バッターはここでね、ドーンってね、ごっついおじさんがね、我ゴリラなりっつってね、入ってくるんだけど、まあそんなことはどうでもいいからね。で、リペア。はい。
じゃあここでカチャ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 。で、中からはテレレレーで、はーい、オッケー。で、なんか音がしてるんだけど、まあ、ここで激しいプレイをね、繰り広げられているんですが、まあ、そんなことは気にしちゃ負けよ。違う。つかない。あ、カチャコン。でも入らないよ。ここでとりあえず、アイテム整理。違う。まあ、これもいけたんで、オッケー。じゃあこれはいるから、まあ、とりあえずじゃあ一旦この辺りでね、終了とさせていただけたらなというふうに思いますかね。はい。ということでね、本日もね、最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。次回ね、ちょっとね、気持ち悪いうねうねプレイがね、見れる、あれだ、触手プレイがいっぱい見れると思いますんで、ジルのね、子供を産むシーンが見たいという方はぜひご覧ください。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押してください。肝心なとこでカミカミです。では、また。